大河ドラマどうする家康の放送により徳川家康公に注目が集まっています。ここ静岡市は徳川家康公が人生の3分の1を過ごした特別な場所です。幼少時代は臨済寺で教育を受け、大御所時代には駿府城を居城とし、さらには死後眠る地として自身の遺言によって久能山東照宮に埋葬されるなど、静岡市はまさしく家康公が愛した町と言えます。そんな静岡市には家康公が私たちに残してくれたものがたくさんあります。例えば呉服町や高野町、両替町など今も残るその町名は家康公が駿府城築城時に行った町割りが由来となっています。あ、パルちゃんも来てくれましたよ。駿府城築城のため全国から木工職人を集めたことにより、その職人たちが駿府に住み続け、時代とともに作るものを変えていくことで現在の盛んなプラモデル産業にもつながっています。この金ダミ具足のプラモニュメントもかっこいいですよね。このように家康公は都市形成に始まり、静岡市の産業、文化などのルーツとなっているのです。そんな家康公が愛した町静岡に、期間限定でどうする家康静岡大河ドラマ館が開館中です。ドラマ館では撮影で使用された衣装や小道具をはじめ、 4K シアターでは松本潤さん、広瀬アリスさんをはじめとする豪華出演陣によるインタビューなど多くの見どころがあり、家康公と駿府の深い結びつきがわかる内容となっています。このドラマ館は家康公が元服を行ったとされる静岡浅間神社の境内にあり、来年1月まで開館しています。